台湾海峡は中華人民共和国福建省と中華民国を隔てる海峡。最も狭い海峡北部で幅は約130キロメートル。東シナ海と南シナ海を結ぶ主要航路でもある。海峡中心部のやや台湾よりにある宝庫諸島と中国大陸沿岸に点在する島々の内金門島馬祖島は台湾側が実効支配している。 国境内戦に敗れた中国国民党が台湾へ退避して以来台湾を自国領土とみなして併合、統一を目指す中華人民共和国側と台湾側が政治的、軍事的に対峙してきた。台湾にとって実質的な海の軍事境界線であるとともに台湾を中国から守る最大の防衛境界線でもある。台湾海峡とその上空では中台の海軍、 空軍が活動するほか、アメリカ海軍やフランス海軍、カナダ海軍の軍艦が通過している。こうした第三国軍艦の台湾海峡航行に、対して中華人民共和国は抗議や警告を行っているが、アメリカ海軍は国際法の許す限り、いかなる場所でも飛行、航行する。フランス政府は事故も反応もなく、台湾海峡を年に1回程度航行していると述べている。 中華人民共和国国防部はフランス艦による2019年4月7日の台湾海峡航行に対して中国の領海に違法に入ったとの見解を示している。なお、国連海洋法条約では領海の幅を基線から12回り以内と定めている。中華人民共和国は中台統一工作の一環として2016年開始の5可年計画に 海峡北部に面する平部下島を経由して海底トンネルを通す構想を盛り込んだ台湾海峡の自然条件には4つの特色がある。ありがとうございます。